港谷康、レイヒサツカサシュは、青森県出身の元バスケットボール選手である。ベルギー人の父を持つハーフ。青森南中在学中に、青森県選抜として、ジュニアオールスターに出場し準優勝。大会ベスト5に選出される。この後、もっと上手くなりたいと決心して、津軽中に転校し、全中に出場。大阪の藤田中に敗れ準優勝となる。高校は、 京都の洛南高校に進学。一年次より試合に出場し、二年よりスタメン入り。三年ではエースとしてチームを牽引インターハイは準優勝となるが、最後の大会であるウィンターカップで優勝。決勝では40得点し、ウィンターカップ男子決勝の個人、最多得点大記録となった。大会ベスト5に選出。その後、 青山学院大学を経て、三菱電機に加入。2015年7月、サイバーライン、つくばロボッツへ移籍。2016年、横浜 B、コルセアーズに移籍。2017から18シーズンから、横浜 B、コルセアーズのキャプテンに就任し、名実ともに、チームの顔としての活躍を期待されていたが、シーズン開幕直後の2017年10月9日、 レワンが北海道戦の試合中に負傷。右足アキレス腱を断裂しており、全治6ヶ月の診断であった。2017から18シーズンはコーチとしてチームに帯同しながらリハビリを続け、2018年4月28日におよそ7ヶ月ぶりに選手として試合に復帰した。2018から19シーズンはチームメイトの細谷正史と共にダブルキャプテンとして、 新シーズンに臨んだが、シーズン開幕直後の2018年10月7日、富山クラウジーズ戦の試合中に、最後右足を負傷。右ハムストリングス肉離れにより、戦列を離れることになったが、17日ホーム、富山戦でチームに復帰した。しかしその後はシーズンを通して、短い出場時間しか得ることができないままシーズンを終了した。2019年5月。 横浜 B、コルセアーズからの対談が発表された。2019年9月、現役引退を発表。引退後は、家業の最強漬け港屋で働く2020年9月、3X3 のビフマン、エグゼにて競技復帰を発表。ありがとうございます。